ウィリアム・イ・キップワードはアメリカ陸軍の元軍人。退役時の最終階級は陸軍中将。かつては陸軍大将まで上り、2007年に創設されたアメリカ・アフリカ軍の初代司令官を務めたことで知られる。アフリカ軍司令官を2011年3月8日付で退任したが、その後は少々へ一度降格し、2012年に中将の階級で退役した。 1949年3月6日生まれ、アフリカ系に対して優先的、積極的に教育を行ってきた、いわゆる歴史的黒人大学の一校である、メリーランド州のモーガン州立大学で政治学の学士号を得て卒業後、1971年にアメリカ陸軍に入隊する。入隊後は戦闘不評としての道を歩む。最初の任務は、 ノースカロライナ州のホートブラッグ陸軍基地に本拠を置く第82空挺師団第325不評連隊第3空挺大隊霊下の小隊長であった。その後は現場部隊レベルでの戦闘式任務から司令部での参謀任務に至るまで様々な任務を国内外で経験する。現場部隊レベルの任務では韓国、ホンドーのキャンプハウゼに本拠を置く。 第2不評師団第17不評連隊第1、機械化大隊霊下のライフル不評中隊長、ドイツに本拠を置く、欧州軍霊下の陸軍第7軍団、第210野戦砲兵両団補給担当参謀、同じく、ドイツに本拠を置く、欧州軍霊下の陸軍第3不評師団第7、不評連隊霊下の第1機械化大隊、副大隊長などを歴任している。また、アラスカ州法と、 ウェインライト基地に本拠を置く第6軽装不評師団では第2旅団第9不評連隊例下の第5大隊長や司令部兵隊担当参謀をニューヨーク州ホートドラムに本拠を置く第13学師団では第2不評旅団戦闘団コマンドズの司令官を務め同職在任中にはソマリアに派遣された多国籍軍の一員として希望の回復作戦で指揮を取っている 召喚承認後には、第82空挺師団の広報支援担当、副司令官やハワイ州、スコーフィールド・バラックスに本拠を置く、第25警不評師団の師団長、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争の平和安定化部隊司令官などを務めた。アメリカ欧州軍副司令官を務めた後、初代アフリカ軍司令官に任命された。アフラコム司令官退任と同時に退役する予定であったが、 否認に際して、国防総省監察総監室から職権乱用の疑いで監査を受け、不適切な経費の利用などが明らかになっていた。この監査の間ワードは退役を保留され、少々へ2階級降格の上、陸軍副参謀総長補佐職を務めていた。その後監査結果を受け、2012年11月にレオンパネッタ国防長官より、 不適切に利用したと認められた経費の弁償として8万2000ドルを返還すること、中条で退役させる旨の処分が下された。このため退役時の階級は中条となっている。また、一部の報道によれば退役後に支給される。年金の額も減額される予定とされる。ありがとうございます。